覇権主義的な行動を強める中国。習近平は中国共産党100周年式典で、他国による抑圧の動きを許さないとアメリカを強く牽制した。この言葉の発端である米中の対立は貿易戦争に始まり、 G7 での対中包囲網へと発展。強権化する習近平の中国をはじめ、目まぐるしく変化する世界情勢の中、今回は日本の外交、そして経済のあるべき姿について議論を深める。トーク編という形で対談編が始まって3回経ちました。今日はアメリカの専門家である渡辺さんとですね、中国の専門家の柯隆さんに来ていただいて、新しい試みとしてのですね、トーク番組をこうやってみたい、トライアングルの議論がどうなっていくか、僕自身も楽しみにスタートしたいと思います。寺島実郎が文化人、各界の専門家、経営者など様々な分野で活躍する人々を迎え、議論を深める世界を知る力、対談編。今回のゲストは中国人の視点と日本の様々なシンクタンクでの経験から、客観的に中国を見つめ活躍する東京財団政策研究所首席研究員柯隆氏、そしてアメリカの外交や安全保障に精通、ワシントン DC 戦略国際問題研究所での経験から、現地との太いネットワークを持つ笹川平和財団上席研究員渡辺氏を迎え、変化する国際情勢の今を読み解き、日本が進むべき進路を寺島とともに議論する。自由のないところに文化力出てくるわけがないので、アメリカの分断って深刻ですよね。習近平政権になってから408万人の腐敗幹部追放された。アメリカとの同盟関係は切れないので、そこをやったところに中国とどういうコミュニケーションを取るかっていうのの課題が残ってるような気がします。すると理念の共和国アメリカの本音、国内の求心力維持を狙う習近平の思惑、そして2つの大国に向き合う日本の未来など、日米中トライアングルの先にあるものが浮き彫りに。まずですね、お二人に私の問題意識クエスチョンに対するお話をしてもらうことにしてまして、最初に柯隆さんなんですけども、ふるさとである中国を客観的に見つめる目を持ってる方だなというふうに思います。でそこで柯隆さんですね、はい、最初の、お話伺いたいのは、ちょうどね、共産党が100周年のですね大会をやったところなんですね、はい、この共産党100年の大会をめぐる柯隆さんの印象と、それから、実は柯隆さんというのは中国経済の専門家なんですね、はいはい、中国経済の現状および課題って言いますか、はい、そのあたりの話を一つお願いします、はい、寺島が中国の専門家柯隆氏に聞きたい内容がご覧の2つ。まずは今年7月1日に開催された中国共産党100周年式典の印象。演説で習近平は外交面での強硬姿勢をアピールし、自らの権威を高める狙いも垣間見えた。この演説から柯隆氏は習近平の中国をどう捉えたのか。今までの中国っていうのは大きな国ですね、大国でも、習近平政権が目指すのは
強国復権を目指しているわけです。ただコロナ禍というのもあってかなり控えめにやったような感じはするんですが、その代わり習近平国家主席天安門で行ったスピーチ演説がですねかなり強烈なものがあって、14億の生身の人間を使ってバネの頂上を作るとかですねアメリカに絶対に屈さないとかいうような話はされたと思いますけれども、でなぜそこまで強気に発言しなきゃいけないかということを考えた時に、やはりここで弱腰外交のこの姿勢を見せた場合、国内でかなりその批判のその声がですね上がってくる可能性が高いので、共産党中央委員会が一つびっくりした数字発表したんですけれども、習近平政権になってから408万人の腐敗幹部追放された、408人じゃなくて408万人ですから、入れる刑務所を作らなきゃいけないので、それだけ経済が相当発展する感じがするんで、で一言経済の話申し上げると、昨年の1月23日中国でコロナのその発生がですね中国政府は認めたわけですけど、その後いわゆる厳重なロックダウン都市封鎖実施されまして、でも5月に入ってからほぼ全ての都市においてその都市封鎖解除されたんです。その後経済活動がですね回復したわけですけれども、なぜそこまでやらなきゃいけないか、やはり間違いなく今年の7月のですね共産党結党100周年こう記念すべきイベントはですね意識しながらコロナ対策をやったというのがまず一点申し上げておきたいというふうに思います。続いての質問は、いち早くコロナを収束させた中国経済の現状および課題。寺島文庫さんでもいつも作られる資料を見ますと、IMF もそうですけれども、OECD の経済見通し示しているのが、主要国の中で中国だけがプラス成長、それ以外の国がですね大体マイナスなわけですけれども、中国経済を牽引するエンジンは何かっていうと、昨年2020年はやはり一つが公共投資なんですけれども、従来の中国の公共投資はですねどういうものか、日本人の方は公共投資と聞くとすぐ箱物とこう思い浮かぶと思いますけれども、実は昨年が中国主にやったのが例のその 5G 次世代の通信ネットワークを作るその設備投資たくさんやったわ。これだけは私は正しいやり方だと思いますね。2番目がですね、中国が非常になんていうの、一般家計が巨額の金融資産を持っているんです。というのは過去40年間非常に高い貯蓄率を維持してきているので、そうすると危機の時に個人貯蓄をですね取り崩して消費できるので、去年はかなり個人消費が強かったというふうに、思います。さらに輸出がですねアメリカとの貿易戦争を考えた時に、いやクラッシュしたじゃないかという、実はクラッシュしなかったんです。なぜかと言いますと、ご存知の通りアメリカ人のそのいわゆる毎日消費する日用品がですね結局中国から入れなきゃいけないんです。昨年来アメリカ方面に出すコンテナすら足りなくなったっていうのを海運業者に聞くとそう言われるわけですから、でなお中国は ASEAN に出す荷物、ヨーロッパに出す荷物、輸出する荷物がですね非常に増えたので、だからこの3つのエンジンいずれも従来のその本調子ではないんだけれども、まあプラス成長維持できたから、去年はプラス 2.3%、 今年はおそらく 8% 以上成長になるだろうと思います。で一言、じゃあ課題がないのか、雇用が難しくなってきているんです。というのは中国はですね間違いなく今直面している試練がですねサプライチェーンが今再編されようとしているんで、そうすると産業構造を行動化していこうとすると、従来おもちゃだとかシューズだとか作るその中小企業はですねリストラをせざるを得ないので、なお中国にはね日本の中小企業信用保証協会のような組織がないんです、みんな地下銀行でお金を借りるんです。中国の地下銀行の金利がですね今どれぐらいかっていうと 49% なんです。
別に私やってないんであれですけれども年利に換算すると 49% ですが、ただ1年借りる人いないので、だいたい1週間から10日間借りてすぐ返すので、地下銀行取り締まったらどうなるのか、中小企業の半分以上は倒産すると思いますので、うん、これが中国経済の、一つの、なんていうの、現状だというふうに、思います。最後に一言申し上げたいのが、習近平政権が明らかに意識しているのが共産党党大会、これなぜ重要かというと、習近平国家主席本来ならばですよ、来年の党大会で自分が引退して次の後継者を指名する、でも、どう見てもそういう、引退するような兆しがないので、多分続けたいと、続けたいので強い中国を目指すと、だから俺についてくれればみんな幸せになるよというようなメッセージをですね、天安門で全世界中国人全ての中国人に発したわけですけれども、しかしながら私から見るとですね、一つちょっと、やや誤算とも言えるところなんですけれども、今の習近平政権にとって最も重要なのが、世界主要国特に G7 との関係をですね、改善して、仲間になっていくわけですけれども、でもああいう強がる発言をされるとですね、どん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 皆さん人心が離れていくわけですから、例えばピューリサーチセンターというアメリカのシンクタンクを行った調査によると、80%何%ものアメリカ人が中国のことをよく思ってないし、日本人の方でもですね 86% だったのかな、中国のことをあまり、よく思ってない、だから私今日本外であまり出歩かないようにしているので、ね、あれですけれども、ですからこれいかにして友達を増やすかっていうのは、僕は中国習近平政権にとって重要なポイント、すなわち世界から見ると中国はね、恐れられる存在というよりも好かれる存在にならなきゃいけないじゃないかというふうに思います。いや今ね言われた話が僕の心にも響くんでね、その愛されない国とかね、恐れられる国になっていくことが中国にとって得策なんだろうか、人民に奉仕する共産党っていうかね、いつの間にか今回の100周年でですね、人民を指導する共産党っていう目線にこう変わっていってんだけども、僕が今でも覚えてるのはね、裸足の医者っていう表現があってですね、要するに人民のために奉仕して病人がいたら駆けつけていくっていうぐらいのね、思いで共産党は中国に関わってるんだっていう。だけど考えてみたらね、今中国が向かってることは、中国本土単体はなるほどコロナのトンネルをですね、世界の中で一人プラス成長で駆け抜けてるように見れるけどもですね、好かれてないって今おっしゃった通りでね、その愛され尊敬される中国になっていかないとですね、これ以上のね偉大な中国の復権にはならないんじゃないかっていう思いでね、今のお話をちょうど僕なりに受け止めてたから、もう渡辺さんの話をぜひ伺いたいなとこう思うんですけども、バイデン政権がスタートしてですね6ヶ月がほぼ経ったっていうかですね、就任してからの外交、渡辺さんどう見てるかっていうポイントと、対中外交をどういうふうに考えておられるかですね、そのあたりのポイントでちょっと冒頭のですね若干まとまった話をお聞きしたいなと思います。就任から6ヶ月、バイデン政権へ移行しても中国へ強硬な姿勢を取り続けるアメリカ、そんな状況をワシントン DC の CSIS で研究員を務めてきた渡辺氏はどう見ているのか。やっぱりアメリカにとってナンバー2で、経済だけであってもナンバー2で自分に迫ってくる存在っていうのは非常に脅威に移るわけですね。でしかもアメリカは民主主義国家なので、実は軍事的な脅威よりもむしろ経済摩擦っていうか貿易摩擦っていうか、アメリカの職が奪われるとか、そういうものが深刻化していると。バイデンの最初の100日の評価っていうのは実は私は結構評価してまして、その評価は何かというと、バイデン外交の一つ印象的なキャッチフレーズは中間層のための外交政策、おそらくバイデン大統領は自分のアメリカの足元が2つに割れてて、トランプを支持している人たち、こういう人たちっていうのはトランプが好きだからもちろんそうなんですが、あんまり国際的に妥協するアメリカが好きじゃないんですよね。あと例えば中国に貿易赤字を作って、そして職が中国に奪われてって、こういうのが好きじゃない人たち。なのでおそらくバイデン政権っていうのは外交といってもまずはアメリカの自分たちの支持者、特に中間層、この人たちっていうのは
前の大統領選挙ではトランプに入れて、でおそらく今回は半分ぐらいはバイデンに戻ってきて、しかし結果出さないとまだトランプか共和党に行っちゃうという危機感があるので、それを考えると実は中国に対して厳しくいく、しかも通商面経済面でかなり厳しくいってるっていうのは非常に分かりやすいんですよね。で次なんですが、おそらく国際協調に戻すという、トランプではないところを見せるということ、うん、特にヨーロッパとの協力ですよね、うん、それから中国に対しては実はその先ほどの不満を持っているアメリカ人の存在もあるし、もうそもそも国際的にももう中国のイメージっていうのは非常に先ほど狩猟さんがご説明した通り悪いので、そこをうまく使う形で国際協調のそのネットワークを作るようにしたと。で、まあ、日本とはもともとあんまり乖離はないわけです。日本は中国に対して非常に心配をしているので。ただヨーロッパってあんまり中国に対して心配してませんよ、はっきり言って、うん、それは遠いですからね、うん、それに対してより多分例えば人権、例えば香港の民主化の後退とか新疆ウイグル自治区の人権問題とか、こういうものを訴えかけることによってヨーロッパとの関係も回復させて、そして最後はプーチン大統領と対峙するわけですけども、要するに ロシアは世界中に、まあ、ロシア政府が関与してないものも多いと思うんですけども、サイバー攻撃ですよね、ランサムウェアといって身代金を要求するようなものを、まあ、日本企業も相当やられてると思うんですが、アメリカ企業がやられ、かつアメリカにおいてはそのパイプラインっていう重要なインフラまで攻撃されてるので、そこでそのプーチン大統領に対してこういうインフラを攻撃したらアメリカはちゃんと報復をするぞというようなことを言って、でこれはもちろんアメリカ人に対してのメッセージでもあるけども、実はヨーロッパの人たちもにも対してもメッセージであってと、そういうことで実はバイデン政権というのが国際協調でもロシアと中国にはかなり厳しく向き合うと、こういうものを作るのに、まあ、一応成功したという6ヶ月と思います、うん、この一応っていうのはポイントでして、うん、親トランプ反バイデンみたいな人がいっぱいいるので、多分このままこれで安定するとはバイデン自身も思ってないし、この点で先ほどカリーさんがご指摘されてた中国の国内に不安を抱えてる中国、だからアメリカは国内に不安を抱えてるアメリカですよねと、私残念ながらこのアメリカと中国どちらも内向きなので、あんまりその建設的に関係が良くなるとは思えないんですよね、うん、一つだけいい点がバイデン政権になってあったと思ってます。そしてこの後、自分ところの経済一番ですか、中国経済切り離したら結局損するのはアメリカ経済なの。対立してるところはものすごく際立って対立してるように見えるけどですね、選別的に対立してると。バイデンが推し進める対中外交の核心に迫る。中国に対して敵対姿勢を強めるバイデン、この状況を渡辺氏はどのように見ているのか。まあ、私は前々から思ってたんですけども、米中ディカップリングっていう経済をお互い切り離す、これはまあできないだろうなと思ってましたけど、特にバイデンに関して言えば自分ところの経済一番ですから、中国経済切り離したら結局損するのはアメリカ経済なので、しかも労働者なので、ということを考えると、まあそういうことはないんだろうなっていうのが一つはいい安心材料かなと思っております。去年2020年の米中貿易っていうのは5592億ドルっていうことで前年比プラスなんですよね。で日米貿易はね1833億ドルっていうことで前年比マイナス350億ドルっていうことでドンと落ち込んでるわけですわ、このコロナの環境の中で。分かりやすく言うと米中貿易は減ってないってことです。なぜかもうお二人の話の中にそれ出てたけどもですね、アメリカの企業が中国に投資して日常品雑貨も含めてね、その製品がアメリカに戻るっていう物流がもうドーンと存在してるからですね、減りようがないっていう部分もあるしですね、対立してるところはものすごく際立って対立してるように見えるけどですね、選別的に対立してると。渡辺さんが今言った中でね、我々がしっかり認識しておかなきゃいけないのは、そのアメリカの外交の背景にですね、その共和党対民主党っていうこの国内の政治分裂がねものすごく大きく今影響してるっていうのをひしひしと感じるんですね。
この間の大統領選挙の、ね、一連の分析の中で僕は実は一番衝撃を受けている数字は白人のプロテスタントっていう人の、ね、7割がトランプに投票したって言うんですね、出口調査のあれで。つまりそこにはね、アメリカの今まで中心勢力だって言われた白人プロテスタントっていう人たちの本音がね、にじみ出てるっていうかですね、それは渡辺さんが言ってたですね、やっぱりアメリカが埋没していくことへの苛立ちだとかですね、トランプ現象っていうのはアメリカそのものが憔悴していることの痙攣みたいなもんでね、もうカッコつけてられないというかですね、俺に全てを期待して押し付けてくるのはよしてくれっていう形で痙攣が起こってるようなね、ものがトランプ現象の背景にあるとすればですね、これアメリカの分断って深刻ですよねと。それがやはり今後のね米中関係にも大きく影響してくるだろうなっていう思いでね、まあ今のお話伺ってたっていうかですね、実はここにね、これ日本語版のフォリンアフェアーズレポートっていうやつの7月号も来たばっかりのやつがですね、これ中国の台湾侵攻は近いなんていうね、これ今アメリカの外交雑誌にですね、ものすごくこういう感じのですね、台湾環境の危機っていうものをこう語るケース、そして中には面白いそのシミュレーションやってですね、アメリカが仮にですね台湾を守ってあげるために一緒に動いたとして一体どっちが勝つのかなんていう話まで含めていろんなものがこう乱れ飛んでるんですけども、そういったことも含めてね、前半の話に加えておきたいことをぜひお話しください。習近平が台湾統一は歴史的任務と声高らかに発言し、台湾への武力行使も辞さない構えを見せ始めている中国。この緊迫した状況の行く末をカリュー氏はどう見ているのか。習近平政権がですね、台湾をどうしても統一したいと、その演説の中でこういう言葉を使っているんですけれども、これは中国共産党の歴史的な使命だと、うん、今の香港の情勢、これ田中さんよくご存知の香港の情勢をご覧になるとどうなっているのか、もちろん香港を抑えてはいるんですけれども、香港人の人心っていうのはどん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 離れていっているんです。一つだけ統計申し上げると、昨年の6月7月ですね、私が南京の生まれなんですけれども、揚子江の流域がですね大洪水起きたんです、うん、去年がね、香港の華僑は中国本土に一人民元も寄付しなかったんです、はあ、例年だと必ず寄付するんですよ、うん、避難民を助けるために、うん、台湾の人から見ると今日の香港は明日の台湾だとみんな分かってるもんですから、ですから私はもしも大陸が台湾を統一しようとすればですよ、もう少し柔らかい手法といいますか、預金を開いてですね、さらに中国どういうそのタイムスケジュールで改革していくかっていうのを示さなきゃいけないんじゃないかというふうに思います。前半で私最初の問題提起でですね、私申し上げた強国復権という話申し上げたんですけれども、強国復権の条件というのはあるわけです。一つが経済力を強化する。規模だけじゃなくて、例えば技術力はですね、ないといけないし、2番目が軍事力。中国の軍事力、軍事予算はどんどん増えているんだけれども、まだまだアメリカにはるかに及ばない。で、最も重要な条件3番目なんですけれども、文化力なんです、うん、文化力のないところはですね、人に好かれないわけですよ、うん、で、文化ってどういう条件の中で芽生えるか、自由なんですよ、うん、自由のないところに文化力出てくるわけがないので、ちなみに中国の科学者、中国にいる科学者たちが、うん、Google にアクセスできない、日々の研究どうやってやるのか、私はちょっと想像できないので、その辺のことはですね考えてあげないと、ただただその今までの40年間の経済成長で蓄積された富をですねどん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 使って強がるっていうのは私は持続不可能だというふうに思います。今面白いこと言われたんですけど、その文化力のことで言えばね、かつてはね、まだ中国が今より貧しかった時でもね、中国には文化力があるって言ってたんですよね。なぜならば人類の四大発明っていうのはね、全部中華民族がやったぐらいの勢いでですね、まあ、文明文化の中心に中国があるっていうのが、まあ、いわばその中華思想のもう根源みたいなところだったって。ところがですね、カリューさんのような立場の方がね、
やっぱりその次のステージで中国が国際社会の中でより好かれ尊敬されていくためにはですね、その自由という尺度でのね、その文化力っていうものがいるんだっていう発言は大変重いっていうかですね、で僕ももちろんその通りだと思うと。だけど一方その中国人の人たちの持ってる底知れないその自分たちの文化に対する自信っていうのは過信にも近いようなね、文明文化の中心に中国ありと思ってるようなですね、でそれが逆にこう鼻についてね、その中国に対する嫌悪感にもなってるような部分もあるんですけども、渡辺さんその今までの流れの中で感じ取ってきてた話なんかどう思います？先ほどちょっとカリーさんが面白いこと言ってて、ちょっと最近日本をね外出歩かないようにしてますってこれは冗談でしょうけど、実はそういうことは私はアメリカに1989年当時のアメリカでそうだったんですよ。日本人は私はその時は日米貿易摩擦だったんですよ。私の父の渡辺幸三がまだ国会議員だったんで、問題意識を聞くと国内の問題はあまりないと、日本はと、アメリカとの貿易摩擦が心配なんだ、そもそもなんで日米は同盟国なのにこんなに関係が悪いのかと、真珠湾攻撃の日には危ないから出歩くなってみんなから言われていて、相当気をつけていて、しかもその時印象的だったのはミシガン州というその GM 自動車産業の多いところで、中国人の方が日本人と誤って殺された事件があったんですよ。でこれ今のアメリカって割とそういうところがありまして、中国に対するその不満とか警戒がむしろ人種的になっちゃってて、日本人でもミュージシャンの方がニューヨークで暴力受けたりとか、割とアジア人みんな巻き込まれて、まあ89年の時は日本が中国人を巻き込んで申し訳なかったんですが、今は今度は日本人っていうかアジア人全般がっていう、そういう、それは先ほど寺島さんご指摘のような白人至上主義者の人たち、そこまでいかなくてもなんとなくこう自分たちの地位が脅かされてると思っちゃってる人は結構感じてるんですよね。よくねアメリカ人の普通の素朴なところで子供なんかが中国帰れってよくね後ろでね、私はもちろん中国人か日本人かなんか分かんないから、よく中国に帰れって言われましたよ。そういうのが今アメリカっていうのはちょっと余裕がなくなって出てきて、で先ほど中国は中国でなんか余裕がなくて、そこと外に対して強硬でいて、それはあんまり良くないですよね。でこれは日本は正直言ってアメリカと同盟国だし、別に中国のように独立した軍事力持ってなかったからというのもあるんですけど、日米貿易摩擦の時は相当我慢しながらアメリカと付き合って矛を収めたんですよね。私はそういう知恵が中国にあるんじゃないかなと思ってるんですけどね。アメリカ理解するキーワードの一つが抑圧的寛容だっていうことをよく言うんですよ。じゃどういう意味っていうとですね、自分が圧倒的に優位にある時にはね、アメリカ人ぐらいですね思いやりがあり優しい国民はないなと思うぐらいね、アメリカに住んだ人たちって必ずそのコミュニティの中でですね、とてつもなく温かい思いやりと配慮にですねアメリカ好きになる瞬間っていうのがですねあるっていうかですね、ところが自分を凌駕していくかもしれないとかね、自分を超えた存在になるかもしれないと思った瞬間にある種の嫉妬心と猜疑心が燃え上がってですね襲いかかってくるっていうのかな。アメリカ人って本来的にはすごい中国にレスペクトしてる部分があるんですけども、それが一気に今度はね憎悪とか憎しみに反転する習慣っていうのをね我々多分今目撃してんだろうなっていうふうに思うんですね。そしてこの後、自分で独自の軍事力を持ってやれるようになるといい方向で影響力を与えることができると思うんですけど、残念ながら今の日本はそこまでは行ってないので、日本はですね、もうちょっと落ち着いて情報収集して分析して、それから政策のあり方を議論しないと、中国とどう付き合う、どう向き合う、アメリカとどういう関係にするかっていうのがなかなか僕は結論が簡単に出せないような気がするね。日本が持つべき外交構想力とは、日米中のねトライアングルの中でね、日本がねこのいわゆる関係にどういうふうに関わっていくのかっていう意味においてですね、日米で連携して中国の脅威を封じ込める側のゲームにね今参加していってる流れにスーッと吸い込まれてる感じがするんだけど、そこでね日本っていう国がこの日米中の歴史的な勘ぐりの中でどういうふうにあるべきなのかっていうようなことについてね、そのあたりは渡辺さんはねもうワシントンインサイダーみたいな目線も持ってるんだけど、どういうふうに思ってます？激しく対立するアメリカと中国、この状況で日本はどう対応するべきなのか。
そもそも米中対立は続くんでしょうけど、その中でむしろ日本はうまくすれば存在感は出せると思ってます。ただここが多分伝統的な日本のリベラルの人とは私は話が合わないんですが、うん、今までの憲法9条の枠内でいたらば、絶対にもう憲法9条って実は日本がアメリカにただついていくためだけのものなんですよ、あれは、うん、日本が独自の軍事力を持たないから、うん、ただしここに来てある程度日本が自分で独自の軍事力を持ってやれるようになると、もう少しバランサーというか双方にいい方向で影響力を与えることができると思うんですけど、残念ながら今の日本はそこまでは行ってないので、そういうことを多分考えなくちゃいけないぐらい、まあアメリカと日本、アメリカと中国の対立の中で日本は相当苦労すると思うんですよ、これから、うん、そういう時期だと思って覚悟を決めていかないといけないかなとだけ思ってますね。なるほど。カリュウさんはどう見てます？日本の立場に立って考えた場合、戦略を組み立てる前にまず勉強しなきゃいけない、うん、今の日本を我々見た時にアメリカ研究に関して言うと渡辺さんみたいな素晴らしい方いらっしゃるんだけれども、中国研究っていうのは完全にクラッシュしたんですよ、情報収集分析。そうかもしれないね。でもう一つはこの国、もうお二方がワシントンに非常にお詳しい方なので、うん、ワシントン行かれて日本に戻ってくると、最大の格差っていうのは所得格差じゃなくてシンクタンクの格差なんですよ、うん、この国に本当のシンクタンク何社あるのかねっていうのが、うん、寺島さんご存知の通りであって、でこれがないで、ただ政策はどのこのというかあり方を議論してですね、私からするとちょっとこれ飛んじゃってるような感じが していて、日本はですね、もうちょっと落ち着いて情報収集して分析して、それから政策のあり方を議論しないと、なんていうの、単なる理念になるような気がいたしますので、うん、ですからその辺は私は寺島文庫がですね、その役割を果たしている部分が多分あるかもしれませんけれども、いや、もっともっといろんな多元的なそのシンクタンク そのオーガナイゼーションをですね、作っていかないと、中国とどう付き合う、どう向き合う、アメリカとどういう関係にするかっていうのが、なかなか僕は結論が簡単に出せないような気がするね。一つだけご理解いただきたいのが、日本人と中国人の国民性の違い、これ理解しないと中国と向き合えないと思います、うん、でその違いが何かっていうと、日本人がですね、何かこの問題に直面した時にトラブった場合、何を言うか、何を考えるか、何に訴えるかというと、お二方は多分典型的ですけれども、理屈を言うんです、うん、日本人って理屈に訴えるんです、うん、理に訴えるんです、うん、一生懸命理屈考えるの、ルールではこうだ、ああだというわけです。だから尖閣の時もそうですし、歴史認識もそうです。それに対して中国人は何かトラブった時に何を言うかというと、理屈を言わない、一度も考えない何を言うかというと、情け、情、感情的になるんです、うん、この国民性の違いがですね、両者が噛み合わないんです、いくら頑張ってもですね。その部分を理解した上でどうその向き合うかというのは、改めてでも考える必要あるなというふうに思いますね。なるほど。じゃあそれでね、この日米中のトライアングルっていう言い方がですね、僕は非常に重要だと思ってて、ついこの間まではですね、日本人もある種の自信の中でね、日本と中国とアメリカのこの三角形の関係をどうしていくかっていう視点で議論した部分があるのが、あっという間にね、メディアも含めてですね、世界は米中二極に向かってるんで、その中で日本はどうするかっていうような議論の方に吸い込まれがちだっていうかですね、そこでね、ここに松本茂春さんっていうですね、この有名なこの国際ジャーナリストとして活躍した先輩がいるんですよね。で、六本木に国際文化会館を残した足跡のある人だけども、国際関係の中での日米関係っていうですね、まあ僕も大変に影響を受けたような本をこう残しておられるんですね。で、この人の視点の重要性っていうのは何かっていうとね、日米関係は米中関係だっていうですね、有名な言葉を残してるね。なんだっていうと、日米関係は二国間の関係のように思いがちだけど違いますよと、絶えず中国っていう要素が絡みついてきますと。考えてみればね、アジア太平洋戦争とか第二次大戦と言われてる戦争もですね、中国をめぐる日米の対立だったとも言い換えれるんですよね。で、戦争が終わった後ね、今度は蒋介石が台湾に追い詰められるという1949年以降の展開の中でね、アメリカは
蒋介石支援のですね、要するに台湾ロビーっていう人たちがワシントンにものすごく根強く存在してたから、もし戦後の中国でですね、蒋介石国民党が政権をバッチリ掌握し続けてたらね、日本の戦後復興は30年は遅れただろうって言われるんですね。どうしてっていうと、戦後のアメリカのですね、蒋介石支援で日本と戦ったワシントンのですね、いわゆる中国ロビーという人たちがね、自分の盟友だった蒋介石が台湾に追い詰められたことによって、今度は台湾ロビーと変わってですね、1972年の米中国交回復まで台湾に引っ張られたって言いますか、日本がちょうど戦後復興、そして成長、高度成長っていうラインに走っていくときですね、中国が2つに割れてたっていうことがね、アメリカの覚えめでたさっていうのかな、支援の筋が全部日本に回ってきてですね、つまり戦後の日本の復興っていうのはその間隙をつく形でね行われたっていう、その歴史的事実をフォローしてもですね、この松本重原さん言うところの日米関係は米中関係だっていうことの意味が次第にこう見えてくると思うんですね。で、少なくとも考えなきゃいけないことは、主体的にですね物事を考えるっていうことを踏み出さなきゃいけないところに来てんじゃないのかなっていうですね気がしてしょうがないというか、僕よく言うんだけど、台湾には米軍基地は一つもないわけですよ。中国と台湾とか軍事的に何らかの形でぶつかるなんてことが起こってですね、でその時ですよ、米軍が何らかの形で台湾支援で動こうとしたらね、台湾には米軍基地は一切ないんだから、自動的に沖縄の基地っていうのがですね、このコンフリクトに巻き込まれていくってことになるわけですね。日本が望もうが望むまいがですね、で日本人はそのことをどこまで認識してるのか意識してるのかでね、これ松本重治さんがね、僕実は今日のためにもう一回これ読んでみたんだけども、遺言のように言い残してることは何かっていうとですね、米中戦争を回避する役割が日本の大変重要な役割なんだっていうことを妙に強調してるんですよね。渡辺さんなんかはですね、アメリカのですねアジア政策に関わっている人たちとの接点っていうのは非常に強い方だと思うんでですね、どう思います？アメリカがまず歴史上その日本と中国両方に、つまりアジアにずっと関与してきた歴史があるんですよね、うん、その中でパートナーを日本にしたり中国にしたり、あるいは本当は両方がいいんでしょうけど、つまりソ連に対峙するときは両方だったんですけど、そういうような歴史があるので、多分松本さんがやっぱりずっと歴史を見ながら、うん、日本と中国これでトライアングルで見ましょうということでしょうし、今 の, その台湾海峡に関しても、多分カリュウさんが最初におっしゃった通り、今すぐ中国ができるような能力も政治的な状況にもないんだけど、おそらくそれを防ぐためにはそんなことしても無理だよと、難しいよっていうことを見せるために、アメリカとしてはデタランスっていうんですよね、抑止させようと思ってやってて、ただそれが本当にならないようにするためには、もう少し日本はそれだけじゃダメで、まさにどういう形でアメリカと中国のコミュニケーションをして、で私は答えは日本だけじゃ無理だから、東南アジアとかインドとか、まさに自由で開かれたインド太平洋とか、そういうのの大事なところと、あとアメリカとの同盟関係は切れないので、そんなことしたらもっとバランス変わりますから、でそこをやったところに中国とどういうコミュニケーションを取るかっていうのの課題が残ってるような気がします。そしてこの後、日本は残念ながらあんまり手持ちの駒がなくて置いてかれて、また裏切られたってなると、気をつけないと米中っていうのはボス同士でね、世の中の流れ仕切っていこうじゃないかっていうようなことになっちゃった瞬間に、日本がじっと手を見るなんていうことになりかねない。中国の台頭などで世界経済の勢力図も変化する中、これからの日本が持つべきビジョンとは。健康を知る力、東京 MX アナウンサーの森田美玲です。このコーナーは季節ごとの気になる健康情報を簡単に実践できるお得な知識を加えながら、正しく分かりやすく解説していくコーナーです。7月のテーマは熱中症です。熱中症とは暑い環境で生じる健康障害の総称で、代表的な症状はめまいや頭痛、手足のしびれや痙攣などがあります。夏に起こりやすい熱中症の対策ですが、この時期は汗をかく分、意識して水分補給を心がける必要があります。
そして水分補給に加え、体を動かすときに大きく関与しているのが塩分です。体を動かすとき、脳からの命令は電気信号となって神経細胞に伝わります。この電気信号を伝える働きをするのが塩の成分ナトリウムイオンです。塩が不足するとこの伝達がうまくいかなくなり、体調不良なども引き起こしてしまうのです。そのため熱中症予防の水分補給として、日本体育協会では 0.1 から 0.2% の食塩と糖質を含んだ飲料を推奨しています。冷えたイオン飲料や経口補水液の利用がお手軽ですが、自分で調整するには1リットルの水にティースプーン半分の食塩と角砂糖を好みに応じて数個溶かして作ることもできます。そして水分を取ると体から出ていく汗ですが、実はこの汗には良い汗のサラサラ汗と悪い汗のベトベト汗という2種類があることをご存知ですか？サラサラ汗の特徴は、体の貴重なミネラルなどの成分を含まず、体温を調節してくれる汗で乾きやすく無味無臭です。一方、ベトベト汗のような悪い汗は体温調節ができず、貴重な成分も外に出してしまい乾きにくく、雑菌の繁殖が起こり汗の匂いが強くなってしまうものです。その原因として、睡眠不足やストレス、さらに食生活の乱れや運動不足が挙げられます。ここで良い汗をかくための気をつけるポイントをご紹介しましょう。夏とはいえシャワーばかりで済ますのではなく、ぬるめのお湯にゆったりと浸かって体を温めてください。高温の全身浴は体への負担が大きく、長時間浸かっているとのぼせたりするなど体調を崩す恐れがあります。あくまでぬるいお湯に入ってのんびりしてください。ゆっくりと汗をかくことで毛穴から老廃物が出やすくなり、リンパの流れが促進され、むくみの改善にもつながります。これからますます暑さが増していく時期ですが、意識して熱中症を予防していきましょう。以上、健康を知る力でした。世界経済の勢力図も変化する中、アジアの中の日本が持つべきビジョンとは。日本のね、去年の輸出と輸入を足した貿易総額のうち、アメリカとの貿易っていうのは 14.7% っていうことで 15% 以下になっちゃってるわけですよ。だけどその中国との貿易っていうのはね、 26% を超すっていうようなところまで来てるわけですよ。で、日本人の今悩ましさっていうのはね、政治の文脈では今僕らがここでまさに議論しているようにですね、台湾海峡でことが起こったら日本はなんていうような話でね、このアメリカと連携して中国の脅威とどう向き合うかっていう議論に向き合いがちなんだけども、一昨年なんかから比べて去年ぐーんと対中貿易の比重が増えたんですよ。で、中国との経済産業関係をベースに中国の脅威を封じ込めようとしているようなパラドックスというかね、そのまるで矛盾したところに自分自身を置いているところに日本の悩みっていうか迷いっていうかですね、迷走の原因があるわけですね。で、そこでね、少なくとも言えることは、簡単に日本はそのアメリカ周辺国っていうところに立ったらですね、今度は中国と向き合う力も失うっていうかですね、日本はアメリカ周辺国に過ぎないとかね、アメリカのコピーに過ぎないとか、アメリカのロボットだとなったらですね、目を見て議論しなくなりますよ。それはやっぱりですね、日本という国との理解を深めて日本とつながっていこうっていう人たちを質的にも量的にも拡大していくだけの構想力とかですね、ビジョンとか方向性を日本が持ってなかったらね、まずいっていうかですね、で、簡単に単純なね、分断のゲームの中に入っちゃいけないっていうのは僕の言いたいことの全てなんだけど、日本人が恐れてるのは頭越しってやつでね、71年のですね、ニクソンショックから72年にかけての忌まわしい思い出、日本がアメリカと同盟関係でですね、こうすがりつくように生きてきてたのにですね、アメリカが日本の頭越しでポーンと中国の本土の政権と関係をですね、深めていこうとしてると、これものすごい焦燥感と焦りが生まれるというかですね、ですから今はね、やけに興奮して対立しているように見えるから、本気になってそれに肩入れしてたらですね、気をつけないと米中っていうのは大国主義的な空気の中でですね、
ボス同士でね、世の中の流れ仕切っていこうじゃないかっていうようなことになっちゃった瞬間に、日本がじっと手を見るなんていうことになりかねないっていう、これがね、潜在脅威だってことは日本の指導者にとってのね。でそういう中でね、渡辺さんの立場から見るとどういうふうに思ってます今。寺島さんのご指摘の通り、中国とアメリカ人とアメリカ人っていうのはこう日本人と比べると話してる戦略的な段階が大きいっていうか、要するに大国同士なんで取引する材料がいっぱいあるんですよね。そう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 。でそれでやってきてるので、日本は残念ながらあんまり手持ちの駒がなくて、うん、そういう国だからしょうがないんですけどあの国の大きさの問題もあるので、ただその発想としてはもう少し日本としてはその発想を見極めないとダメかなと思ってまして、うんうん、だいぶ私は日本人はそこに来るようになってきてると思います。うん、米中のこの大きなところで見るっていうのは、実はあのオバマ政権の時に米中事実論っていうのがあって、それでやろうとしたんですけども、ちょっと失敗しちゃったと。だからこのバイデン政権はかなり厳しいんですけど、可能性としてそれをまだやはり気候変動、これでそういう話を進めようと思ってますので、もちろん日本はなんていうか、あの猜疑心を持って裏切られるんじゃないかと思うんじゃなくて、積極的にそういうグローバル課題に一緒に入れるような発想で入っていけばいいんでしょうけど、まあ大体そうじゃないと置いてかれて、あのあまた裏切られたってなると、もうまさにそれは歴史ですよね今まで。例えば環境問題についてとか、米中でもって対話しようとしているようなスキームもあるわけですよね。でそういう時にやっぱりルールを形成されてしまう側じゃなくて、日本人だけが勝ち続けるとスポーツのルールも変わるっていうね、流れの中でですねそのいわゆるルールを形成する側に日本人の問題意識を高めていかなきゃいけないと本気で思うんですよね。でそこでね、例えばこの間 G7 が行われたと、で日本からも首相が出てったと、次元の低い批判じゃないですよ。アジアの人たちの目線ね、中国も見つめてた、インドも見つめてた、 ASEAN の国々も見つめてた、中国の一帯一路なんていうような形でなくてもですね、やっぱりアジアを代弁できるような視点っていうのかな。でそれがね、国のサイズだけの問題じゃなくてですね、多分日本がね、この国の中にそれこそ新しいリーダー、新しい教育を通じた新しい世代がね、どれだけ育ってくるかっていうのがものすごく重要で、やっぱり国っていうのはそこに育てた人間のですね、質とスケール感によってですね、どんどん変わっていく、そして変わらなきゃいけないっていうかね。ですから中国と向き合うなら、まずね、日本自身の中身をね、そういう形の方向感に持っていかなきゃいけないんだよな、なんていうふうにまあ思ったりしてるわけですけども、今日はですね、そういう形のこれ初めて試みてみたこの番組ではですね、定談ということで、またですね、これあるタイミングを置いてね、この枠組みの中でもってちょっと議論を深めたいと思いますので、また力貸してください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。